はい、どうも皆さんこんにちは。今回は3週間遅れでスパイダーマンノーウェイホームがついに日本で公開されたということで、この映画について詳しく見ていきたいと思います。今回の映画は言うまでもなくマルチバースがかなり大きく関わってきた話で、今後公開されていくドクターストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネスの話へとつながっていきます。マルチバースというと、おそらく一番初めに登場していたのは2016年のドクターストレンジの1作目で、この時は言葉であったりエンシェントワンの説明の中で出てきています。それ以外にも前作スパイダーマンファーフロムホームではミステリオの登場の時に、ニック・フューリーの紹介の時に別の世界から来たと言っています。この発言を聞いてピーターはマルチバースが存在するのかと言っているため、これまでの映画でも少しずつマルチバースの登場を匂わせていました。これから話すことはスパイダーマンノーウェイホーム本編のネタバレを含むため、まだ映画を見ていない方は注意してください。映画の最初はスパイダーマンファーフロムホームの一番最後の場面から始まります。ミステリオが作ったフェイク動画が流されてしまったことにより、スパイダーマンの正体が全世界に流れ、その後の場面から始まっていきます。このようにファーフロムホームとノーウェイホームの一番初めはつながっていますが、ノーウェイホーム冒頭場面は新たに撮影したはずで、少しだけファーフロムホームとは変わっています。例えば MJ に注目してみると、着ている服はファーフロムホームともちろん同じですが、胸にはブラックダリアをつけていて、ファーフロムホームの時にはつけていませんでした。スパイダーマンの正体が全世界にバレて、スパイダーマンが MJ の元に降りると、一人男性が子供なのかと聞いています。スパイダーマンの正体がバレて子供なのかと聞いているこの男性ですが、これと同じような場面は2004年のスパイダーマン2で、スパイダーマンの正体が列車の人々にバレた時、男性の一人がまだ子供だし、うちの息子とそう変わらないと言っています。 He's just a kid. No older than my son.スパイダーマンは MJ を連れて再びスイングして街を逃げますが、その途中でロジャースのミュージカルの看板が登場しています。この看板はホークアイで登場したロジャースのミュージカルと同じで、ニューヨークでは夏頃から冬にかけてずっとやっていたことがわかります。ちなみに今回ノーウェイホームはファーフロムホームの最後からということで、映画の始まりはおそらく夏の終わり頃からとなっています。また劇中ではハロウィンもやっていたため、今回の話としては夏の終わりから11月頃までの話となっています。その後スパイダーマンと MJ は橋の上に降り立ちますが、この橋というのは2002年のスパイダーマンの1作目でゴブリンと対決した橋で、現在も同じロープウェイが走っていることがわかります。その後ピーターと MJ はとりあえずピーターの家に戻ってきますが、もうすでにマスコミが駆けつけていて、空にはヘリコプターまで待機しています。これに似た場面というのは2013年に公開されたアイアンマン3でも少し登場していて、この時トニー・スタークはテロリストに住所を教えたため、今回ノーウェイホームと同じような状況になっていました。その後ピーターたちは取り調べを受けることになりますが、ここで登場していたのが DODC という組織です。この DODC というのはディパートメント・オブ・ダメッジ・コントロールの略で、2008年のアイアンマンの1作目であったり、その後2010年のアイアンマン2でも少しだけ登場しており、スパイダーマン・ホームカミングで分かっている通り、2012年のアベンジャーズ戦の片付けを行ったのもこの組織でした。のダメージコントロールというのはスターク・インダストリーズとアメリカ政府が主に協力して作られた組織で、バルチャーがトニー・スタークに恨みを抱いていたのもダメージコントロールに仕事を奪われて、トニー・スタークがダメージコントロールに大きく関わっていたからでした。ピーターは取り調べを受けている時にニック・フューリーを連れてくればわかると言っていましたが、DODC の男性によるとニック・フューリーは去年から地球を離れていると言っています。これは本当で、ファーフロム・ホームの時のニック・フューリーはずっとタロスの擬態だったので、ピーターはニック・フューリーとは会っていませんでした。一つ疑問なのは、なぜダメージコントロールがそんなことを知っているのかということです。スパイダーマンでさえも本物のニック・フューリーと見分けがつかないため、もしかしたらダメージコントロールの中にもスクラルが擬態した人間というのがいるのかもしれません。その後ミステリオを殺したとされるドローンはスターク製だったため、スターク・インダストリーズにも取材が入りました。この時はハッピー・ホーガンが取材を受けたようで、その時の使われた写真というのが髪の長い姿で、アイアンマン3に登場した1999年のハッピー・ホーガンは髪が長かったため、かなり昔の写真が使われていることがわかります。取り調べで弁護士が必要だということになって、そこで登場したのがマット・マードックでした。マット・マードックはネットフリックスのデアデビルのシリーズから引き続きチャーリー・コックスが演じていて、以前の動画で話したリーク写真は本物だということがわかりました。ネットフリックスといえば他にもディフェンダーズなどもありますが、今回はとりあえずマット・マードックが登場して、また崩壊のシリーズではキングピンも登場しているため、これからエコーのドラマシリーズでの登場なども期待したいところです。今回マット・マードックはデアデビルではなくて弁護士としての登場でしたが、
目が見えないにもかかわらず外から飛んできたレンガを片手で止めていたりと、ただの盲目の弁護士ではないことがわかります。またデアデビルといえば2003年にはベン・アフレックが主演で映画が作られていますが、この時マット・マードックの相棒のフォギー・ネルソンを演じていたのは MCU でハッピーを演じているジョン・ファブローでした。ハッピーは新たに部屋を借りてくれて、そこにはダミーであったりスターク製のテクノロジーを使える部屋なども用意されていました。その後ピーターたちが高校に登校する場面になりますが、この時マスコミに混じってベティ・ブラントも学校用の映像を撮影していて、この時にゴーゲットタイガーと言っています。コミックでは MJ がスパイダーマンのことをタイガーと呼んでいたりして、これと同じセリフはトビー・マグワイアのスパイダーマンでも登場しています。 Go get him, Tiger. Go get him, Tiger. ピーターが学校に入る前にかなり高い声でバク転してと言っている男性がいますが、この太った男性はスパイダーマンホームカミングにも登場していますし、シャンチーの映画でも登場しています。授業の合間か昼休みにピーターと MJ が学校の屋上で寝転んでいる場面が登場していますが、この時後ろ側にはディッコと書かれています。このディッコというのはおそらくスティーブ・ディッコのことで、スティーブ・ディッコはスパイダーマンの原作コミックで作画を担当していた人でした。ちなみにトビー・マグワイアのスパイダーマンシリーズに登場していた大家のディコビッチさんは、この原作者のスティーブ・ディッコをもじって名付けられています。新たなアパートに移ったピーターはそこで MIT に向けて勉強を始めますが、 MIT といえばトニー・スタークの出身大学でもあり、シビル・ウォーではトニー・スタークが奨学金も出しています。また今後ディズニープラスのドラマシリーズで公開されていくアイアンマンの後継者となるアイアンハートを描いた物語では、主人公のリーリー・ウィリアムズは MIT の学生という設定になっています。そうなれば当然スパイダーマンとも関わりが出てきて、ここから新しいスーツが出てくるかもしれません。その後ハロウィンの季節となって飾り物からドクターストレンジを思い出したピーター・パーカーはドクターストレンジに頼んで全てなかったことにしてもらおうとします。そしてサンクタム・サンクタルムに行くピーターですが、中に入るとなぜか雪だらけになっていて、ドクターストレンジによるとゲートの一つがシベリアに繋がってしまったということで、その雪が建物の中に入ってきてしまったとのことでした。雪だらけになってしまい中も寒いのか、ドクターストレンジはかなり着込んでいて、よく見てみるとコロンビア大学のトレーナーを着ています。コロンビア大学というと2002年のスパイダーマンでピーターが社会科見学の時に訪れた大学でした。またドクターストレンジはインフィニティウォーの一件で5年間消えていたため、その間ウォンが至高の魔術師となっていました。その後ピーターはドクターストレンジにミステリオが正体を明かさなかったことにしてほしいと言いますか、もうタイムストーンがないためできないと言います。つまり劇中でずっとつけていたのはただのアガモットの目の容器だけで、中には特に何も入っていなかったことになるはずです。その後時間を戻してなかったことにはできないものの、人々の記憶からスパイダーマンの正体を消してしまうことはできるということで、危険な魔法をかけることになります。ドクターストレンジが魔法をかけ始めますが、ピーターの要求がコロコロ変わり、5回もやり直してしまったため魔法がおかしくなり、紫色の亀裂から光る物体が見え始めます。この光っているものがスパイダーマンの正体を知っている敵で、スパイダーマンの正体を忘れさせるはずが、スパイダーマンの正体を知っているものを呼び寄せてしまったとのことでした。ドクターストレンジはなんとかこの魔法を中断しますが、一瞬マルチバースへの扉が開いてしまい、この隙にスパイダーマンの敵であったり別世界からスパイダーマンがやってきました。スパイダーマンの正体を知っているキャラクターが別世界から来てしまうということで、アメイジングスパイダーマン2のエレクトロに関してはスパイダーマンの正体は知らなかったと思いますが、今回なぜか来てしまいました。その後街にだんだんと異変が起き始めて、スパイダーマンが初めて戦うことになったのが2004年のスパイダーマンの世界から来てしまったドクター・オクトパスでした。演じているのは2004年スパイダーマン2から同じアルフレッド・モリーナで、スパイダーマン2から17年経って現在68歳のため CG で若返っています。ここでピーターと出会うドクター・オクトパスですが、ピーターに向かって私の機械をどうしたと聞いています。この機械というのは核融合装置のことで、最終的にはドッグオク自身でこの機械を破壊しています。その後ドッグオクとスパイダーマンの戦いになりますが、車や大きな土管も軽々持ち上げて、改めてドクター・オクトパスはかなり強いキャラであることがわかります。最終的にはスパイダーマンのナノテクスーツも破壊して自分のアームと融合させてしまいます。この時ドクター・オクトパスはナノテクかと言っていて、ナノテクノロジーを知っているような口ぶりでした。一見現代のナノテクスーツを使ったスパイダーマンと2004年の世界から来た古いアームで戦うドクター・オクトパスは時代遅れで弱そうな感じもしますが、テクノロジー的に見てもドクター・オクトパスはナノテクスパイダーマンと十分互角に戦える強さを持っています。ナノテクはトビー・マグワイアのスパイダーマンシリーズでは一度も登場しませんでしたが、
実は2002年のスパイダーマンの1作目ではノーマン・オズボーンがナノテクノロジーの研究をしていることが分かっています。そして今回分かった通り、科学者つながりということで、ドクター・オクトパスとノーマン・オズボーンは知り合いで、そもそもドクター・オクトパスがつけているアームであったり、使っていた核融合装置というのは、ノーマン・オズボーンの会社だったオズコープ社の協力のもとできています。つまりドクター・オクトパスはもともとナノテクノロジーを知っていますし、ピーターもノーマン・オズボーンが書いたナノテクノロジーの論文を読んでいることを明かしているため、MCU 版ピーターがナノテクスーツを着ていることにもそこまで驚いてはいませんでした。ドッコークはナノテクスーツを剥ぎ取って吸収したのはいいものの、逆にスパイダーマンのスーツに操られてしまうことになりました。その後グリーンゴブリンが登場してカボチャ爆弾が爆発したかと思うと、ピーターはドクターストレンジによってサンクタムサンクタルムに連れ戻されていました。するとそこにはすでにリザードが捕らえられていて、ドクターストレンジはリザードを捕獲するときに少し負傷をしていたようでした。その後ピーターはドクターストレンジに MCU に来てしまった敵を集めてこいと言われ、まず初めに捕獲しに行ったのがエレクトロでした。エレクトロと戦っている時に現れたのがサンドマンで、エレクトロの攻撃からスパイダーマンをかばってくれました。サンドマンは2007年のスパイダーマン3の世界から来ていて、最後スパイダーマンとサンドマンは和解して終わっているため、スパイダーマンを助けてくれました。新しい姿となったエレクトロですが、なぜ新しい姿になったのかはあまり説明されておらず、今回登場した敵の中でもなぜかエレクトロだけが姿が大きく変わりました。次に登場したのがグリーンゴブリンで、高速道路を攻撃した後にどうやらノーマン・オズボーンに戻って、マスクを取りグライダーを道端に隠しているところでした。脱いだマスクを引っ掛けておいていますが、そこからグリーンゴブリンの声が聞こえてきて、これは2002年のスパイダーマンでも同じような場面が登場しています。ノーマン・オズボーンはついにゴブリンマスクを破壊しますが、それでもゴブリンの笑い声は聞こえていて、マスクを壊しただけでは二重人格が治っていないことがわかります。また壊れたヘルメットを後にノーマン・オズボーンが走っていく姿はスパイダーマン2でピーターがスパイダーマンを辞めた時と似ています。その後ノーマン・オズボーンが向かったのはフィーストというホームレスを支援している団体で、ノーマン・オズボーンによると自分の家には誰か他の人がいるし、オズコープも亡くなっていて息子もと言っているため、まだ何が起きたか分かっていない様子です。この時ノーマン・オズボーンは紫色のパーカーに緑色のジャケットを着ていて、コミックでのグリーンゴブリンと同じような姿になっています。その後サンクタムサンクタルムの地下牢の場面になり、ドクターオクトパスたちがそれぞれ自分たちの世界で何が起こったのかを話しています。ドクターオクトパスはスパイダーマンと戦ってスパイダーマンの喉を掴んだところまでは覚えていて、それ以降思い出せなくなっています。つまりトビー・マグワイアスパイダーマンがドクターオクトパスを説得していた時に MCU の世界に来てしまったことになります。エレクトロに関しても同じで、死の直前に MCU に来ているため最後の記憶がなくなっています。その後ドクターストレンジがそれぞれの敵を元の世界に戻すために一番初めにかけた魔法を元に戻す箱を持ってきます。ピーターはこれを聞いてまだ戻してはダメだと言いますが、ドクターストレンジによると壮大なマルチバースでは彼らの死が命よりも大きな意味を持つと言っています。つまりそれぞれの世界から来てしまった敵はスパイダーマンと戦って命を落としてしまうまでが一連の流れとなっているため、敵が生き残ってしまうとその流れが変わってマルチバースへも影響を与えるのだと思います。つまりロキのドラマシリーズでいうところのネクサスイベントで、今回ドクターストレンジはマルチバースの扉を閉めることができましたが、敵が生き残るという大きな流れの変化が起きてしまったため分岐した世界が発生しているのかもしれません。その後ピーターは敵を元の世界に戻すことに反対しているため呪文を元に戻す箱を盗み出しますが、ドクターストレンジに止められてしまいます。この時ドクターストレンジは予告編でも登場したように体と魂を分離させますが、本来動くことのできないはずの魂が抜けた方の体はスパイダーマンは動かすことができて、これは多分スパイダーセンスのおかげだと思います。ドクターストレンジはスパイダーマンを捕まえるために自分がつけている浮遊マントを飛ばしてスパイダーマンにくっつけています。What If のドラマシリーズでもゾンビハンタースパイダーマンとなった時にマントをつけていました。その後再び地下牢の場面になり、ノーマン・オズボーンは自分もちょっとした科学者だと言っていて、これは2002年のスパイダーマンで初めてピーターと出会った時に言っている言葉と同じです。 You know, I'm something of a scientist myself. その後ピーター・パーカーはドクター・ストレンジの命令に背いて、別世界から来てしまった敵を元の世界に戻して殺させてしまうのではなくて、治療して元の人間に戻そうとします。ハッピーが用意してくれた部屋の奥にはアークリアクターをエネルギー源とするちょっとしたラボも用意してあり、
このアークリアクターの形からこれは2010年に登場した新たな元素を使ったアークリアクターであることがわかります。トニー・スタークはいなくなってしまいましたが、スパイダーマンホームカミングでまだたくさんのアークリアクターが残っていることがわかっているため、おそらくこのうちの一つが使われていたのだと思います。その後ピーターが初めに直すことになったのがドクター・オクトパスで、ドクター・オクトパスは首の人工知能が壊れてしまったことによりアームに支配されているキャラクターでした。そこでピーターは壊れてしまった人工知能の部分に新しい機械を作って取り付けることで、ドクター・オクトパスは元の夫・オクタビアス博士に戻ります。こうしてドクター・オクトパスの治療は無事完了しますが、スパイダーセンスを使って何か異変が起きていることに気づきます。ピーターはこの異変がゴブリンだと気づき、蜘蛛の糸でノーマン・オズボーンの手を固定します。ここでノーマン・オズボーンは自分たちは呪われているわけではなくて、これは授かり物だと言っています。これと同じようなセリフは2002年のスパイダーマンの一番最後のセリフに登場していて、トビー・マグワイア演じるピーター・パーカーはこれは授かり物でもあって呪いでもあると言っています。その後スパイダーマンとグリーン・ゴブリンの戦いとなり、スパイダーマンは思いっきりグリーン・ゴブリンを殴っていますが、ゴブリンは痛がるわけでもなく奇妙にただただ笑い続けています。最終的に名おば様グリーン・ゴブリンのカボチャ爆弾の巻き添えを食らい、死の直前に大いなる力には大いなる責任が伴うという言葉を残して息を引き取ります。この有名なセリフは2002年のスパイダーマンでベンおじさんが言った言葉でもあり、コミックではセリフではなくてナレーションで登場しています。その後ピーターとネット MJ たちはバラバラになってしまい、ネットがピーターに会いたいと思っていると突然ポータルが開き、その奥にはスパイダーマンスーツを着た人物が立っています。ここで登場したのがアンドリュー・ガーフィールド演じるスパイダーマンで、2014年のアメイジングスパイダーマン2のスーツを着て登場して、 BGM では一作目のジェームス・ホーダーのテーマ曲が流れています。再びネットがピーターに会いたいと思いながらポータルを開くと、そこに立っていたのはトビー・マグワイア演じるピーター・パーカーで、ダニー・エルフマンの曲とともに登場しました。2人のピーター・パーカーの協力をもとにトム・ホランド・ピーターがどこにいるかを考えますが、トビー・マグワイア・ピーターは自分ならクライスラービルディングに登ると言っていて、トビー・マグワイア・ピーターはベン・オージさんの一件の後もクライスラービルディングの上に登っていました。最終的に学校の屋上にいたトム・ホランド・ピーターは名おばさんの死を受け入れられず悲しんでおり、グリーン・ゴブリンに強い恨みを抱いていました。そこでアンドリュー・ガーフィールド・スパイダーマンは恋人だったグウェン・ステイシーを失った後、戦いの際も手加減しなくなり、怒りに任せて戦っていたことを明かします。そしてトビー・マグワイア・ピーターもベン・オジさんを殺した犯人の復讐のことを話しますが、結局何も良くならなかったとトム・ホランド・ピーターに話します。この復讐心についてはスパイダーマン3で特に描かれていて、ピーターがブラックスーツに手を出してしまったのも復讐心から来ており、メンおばさんは復讐心について毒のようなもので人を蝕み、知らない間に醜いものへと変えてしまうと言っています。その後トビー・マグワイアの口からも大いなる力には大いなる責任が伴うという言葉が登場し、3人のピーター・パーカーは敵を元に戻そうと協力をします。そのための機械や薬品を作り始めるピーター・パーカー3人ですが、ここでネットはトビー・マグワイア・ピーターに向かって親友はいるのかと聞かれて、いたと答えています。トビー・マグワイア・ピーターの親友はハリー・オズボーンで、スパイダーマン3ではグライダーでベノムに刺されてピーター・ MJ の目の前で息を引き取っています。その後トビー・マグワイア・ピーターはウェブシューターなしに糸を発射できることを見せて、2人のピーターは驚いています。もともとスパイダーマンはコミックでもウェブシューターから糸を出していますが、トビー・マグワイア・スパイダーマンでは糸を直接出せることに変更されていて、アメイジング・スパイダーマン以降は原作通りウェブシューターが復活しました。その後最後の戦いの前にトビー・マグワイアは背中の調子が悪いようでアンドリューがピーターに伸ばしてもらっていましたが、おそらくこれはスパイダーマン2のネタで、この時ピーターは再びスイングしようとして屋上から落ちて背中を打っています。こうして3人のスパイダーマンが結集して戦い始めますが、トム・ホランド・ピーター以外はあまりチームで戦ったことがなかったため、トム・ホランド・ピーターがアベンジャーズでの経験を生かして2人に教えます。3人が協力することでまずはじめに人間に戻すことができたのがトビー・マグワイアの世界から来たサンドマンことフリント・マルコで、リザードは2012年の映画でも登場したような解毒剤で元に戻ります。次にドクター・オクタバスも助けに来てくれて、エレクトロも力を失り元のマックス・ディロンに戻ります。力を失ったエレクトロの元にアンドリュー・ガー・ピーターが話しに行って、ここでエレクトロはずっとスパイダーマンが黒人だと思っていたそうで、黒人のスパイダーマンもどこかにいるはずだと話していて、これはマイルス・モラレスのことを言っています。一番最後に登場したのがラスボスのグリーン・ゴブリンで、カボチャ爆弾を使って攻撃してきて、そのうちの一つがドクター・ストレンジが持っている箱の中に挟まり、
爆発とともに箱が回転してしまい、マルチバースへの扉が一気に開いてしまいます。ゴブリンの襲撃によって下に落ちてしまう MJ ですが、トム・ホランド・ピーターが助けようとするもゴブリンに邪魔されてしまいます。ここで登場したのがアンドリュー・ガー・ピーターで、今度は MJ を救うことができました。最後、トム・ホランド・ピーターとグリーン・ゴブリンの戦いでは、弱ったグリーン・ゴブリンの前にトム・ホランド・ピーターが有利になり、グライダーを使ってグリーン・ゴブリンを刺し殺そうとしますが、ここでトビー・マグワイア・ピーターが止めに入ります。先ほども話した通り、トビー・マグワイア・ピーターは身をもって復讐は結局は何も良くならないことを知っていて、トム・ホランド・ピーターがジョン・ウォーカーのようになってしまう手前で助けてくれました。この隙にトビー・マグワイア・ピーターはゴブリンに後ろから刺されてしまいますが、トム・ホランド・ピーターがゴブリンの解毒剤を打ってノーマン・オズボーンに戻ります。この間もドクター・ストレンジが別世界から敵が入ってしまうのを防いでいましたが、これを元に戻すには再びスパイダーマンの正体を忘れさせる必要があって、今度は誰一人残らずスパイダーマンの正体を忘れてしまうというものでした。その後デイリービーグル .net のニュースでスパイダーマンのことはやっていたため、スパイダーマンは存在していることは知られているものの、人々の記憶からピーター・パーカーだけが完全に消えてしまいました。最後 MJ がバイトしているコーヒーショップに行くも、MJ もネットもピーターのことは覚えていませんでしたが、MJ の首元にはピーターがプレゼントしたブラックダリアのネックレスがあり、今後 MJ はピーターのことを思い出す可能性もあると思います。最後ピーターがメイおばさんの墓参りをしていると、隣にハッピーも来ますが、もちろんピーターのことは誰だかわからず、ピーターは新しいアパートに引っ越しますが、そこで GED と書かれた本があります。これはアメリカの教育修了検定のことで、合格すれば高校を卒業したのと同じ扱いになります。つまりピーター・パーカーは単に人の記憶から消えているだけではなくて、その存在自体が消えているということになります。今回のタイトルのスパイダーマン・ノーウェイ・ホームは、家に帰る方法がないということですが、この意味は敵が元の世界に戻れないということではなくて、もしかしたら最後ピーター・パーカーの存在が消えてしまい、元あったような日常の世界に戻れないということなのかもしれません。そして今回おまけ映像が2つあり、その1つがドクター・ストレンジ・ザ・マルチバース・オブ・マッドネスの予告編で、もう一つがベノムレッドアビーカーネージのその後でした。エディは MCU の世界に来てしまい、マルチバースについて理解しようとしていましたが、最後ドクターストレンジがマルチバースの扉を閉めてしまったため、寄生生物の一部を MCU に残したまま元の世界に戻りました。ベノムが MCU の世界に来てしまったということは、他の敵と同じようにスパイダーマンがピーター・パーカーということを知っていることになりますが、なぜベノムがスパイダーマンを知っていたのかについては、以前他の動画で詳しく話しているため、こちらも見てみてください。皆さんは今回のスパイダーマンノーウェイホームについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。